今すぐ真似したくなっちゃう。ボロボロな小ネタ集。リップソーランチャー編。小ネタ1。リップソーって車に打ち込むとシューッと通過してあんまダメージ与えられないでしょ。実はこれ中型トラックだと後ろから荷台にリップソーを打ち込むと連続ダメで破壊ができちゃう。大型トラックはこの連結部分に後ろからうまいこと打ち込むと同じように一発破壊が可能。待って、これ今どんな状態？これたに今シーズンの新ギミックの転がる丸石ちゃん、これにリップソーを打ち込むと結構な勢いで転がっていってくれる。南の地方のこのいびつな岩も同様ってめちゃめちゃ飛んでった。これでアーマードウォールぶっ壊せたら気持ちいいね。小ネタさん、もう使ってる猛者も多いけど建築バトルの張り替えをリップソーでやるとマジで強い。通常だと壁破壊からの建築モード切り替えからの壁張り替えだけど、リップソーだと壁破壊している間に建築モードに切り替えておけて、破壊と同時にそのまま壁張り替えってな感じで建築モード切り替えの隙をなくせちゃうのよ。今だと対応しきれないプレイヤーも多いのでぜひやってみてくれ。